負の PDO とラニーニャ同時発生時の海水温、平年差1900年以降の PDO 指数の推移1660から1991年の PDO 指数の推定値太平洋10年規模振動とは、太平洋各地で海水温や気圧の平均的状態が10年を単位とした二単位周期で変動する現象である太平洋10年周期振動とも言う。 海洋と大気が連動して変化する。数十年にわたる気圧や海水温のデータから平均値を求めると、太平洋では約10年単位でその値が大きく上下に揺れる。この現象を発見したのは、鮭の生息数変化を研究していたスティーブン・アールヘアである。これと、ほぼ同時期に、ユアンちゃんは、この現象と気候との連動性を発見した。 両グループは1997年にこの現象に関する論文を初めて発表した。そのメカニズムはまだ詳しく解明されていない。複数の説があるが仮説の域を出ていないとされる。PDO の状態を客観的に評価するため PDO 指数というものが利用されている。北緯20度以北の太平洋の表面海水温の 温暖化トレンドに対する偏差のデータを経験的直行関数展開した時の第一主成分時系列値を用いる。バハカリフォルニアの年輪による解析からは1661年以降の値が推定されている。PDO 指数が正の時に日本を含む北、太平洋の北半分は北米大陸沿岸を除いて海水温が大きく低下しポリネシア南部でも低下する。 一方、北米大陸沿岸や太平洋赤道域、中部東部では大きく上昇する。また気圧は南極大陸に近い海域を除く太平洋の東部全域で低下し、アリューシャン列島沖では大きく低下する一方、太平洋西部や南極に近い海域は上昇する。これによりアリューシャン低気圧や偏西風が強くなり、北東太平洋では 肺が強くなるなどの影響がある。PDO 指数が、負の時は、これと、正反対の水温や気圧になる。また過去の PDO 指数の推移から1750年頃には、振幅の大きな PDO の変動があったこと。1905年頃にも、振幅の大きな振動があってその後は、性の異相に偏ったこと。それ以降、1946年頃からは、不位相 1977年頃からは、聖衣装、2006年頃からは、不衣装へと変異していることが分かった。傾向として、20から30年周期で、聖衣装と不衣装の入れ替わりが起きていると考えられている。ありがとうございます。